さあ今日はですねこちらの蒙古タンメン中卒のですね北極ラーメン、これコンビニで売ってるやつですね、セブンイレブンかなこれ売ってるやつを使ってですね、実は麻婆麺ができるんじゃないかっていうことを思いつきましたんで、早速やっていきたいと思います。はい、できました。というわけで、蒙古タンメン中卒北極ラーメン激辛味噌、ね、これだけを使って調味料いらず、ね、調味料一切使ってません。これだけで豆腐とネギとひき肉だけを合わせた、もので結構な量になりましたね。これなんだ、麻婆激辛麻婆麺できちゃう。こんなにねすごいできちゃうね。これみんなにつけるけど、みんな辛いもの食べれないから俺一人で食べます。それで早速食べてみましょう。ではいただきます。ちょっとご飯食べたい。さてどうかな。うん、あ、おいしい。あ、全然おいしい。うん、おいしい。いく分ね、なんか辛みが中和されてます。やっぱりあんか、あんにしてるんで、うん、これストレートで食ったらガツンときますけど、やっぱそうでもないですね。うん、もうちょっと濃い味でもいいかもしれないかな。あ、でも俺濃い味だからな、ちょっとそういうのかな、これ。うん、あ、おいしい。
全然美味しい、これ。うん、辛くて美味しい。うん、あ、上等上等。これは美味しいわ。うん。うん、美味しい。もうちょっと味付け濃くてもいいかなと思うけどね。うん。うん、おいしい。え、これ結構おいしいぞ。うん。わあ、食べちゃった。やば。あ、美味しい。いや、美味しいよ。うん。蒙古タンメンはね、店よりもカップラーメンの方が美味しいと思う。これ美味しい。全然麻婆豆腐にもなるしね。
これあれですわ、皆さんもねぜひやってみてくださいね。お疲れ様でした。ありがとうございました。